おそらくここでフェリーチケット買って、うん、猿島に行きます。うんうんうん、また来るよ、また来るよ。来た。あーもうアウトだよ、これがっつりだよ。はい、いやーこれレッドスターですね、うん、まあちょっと今回の依頼者が、うん、まあ旦那さんで、うん、まあその奥さん、うん、まあ、30代半ばぐらいの奥さんに、今までその子育てとかすごい、うん、まあ、一生懸命やってくれてたと、うん、最近ちょっとなぜか子育てもおろそかになったり、うん、ちょっと急に髪の色も派手になったり、うん、着る服装も露出が多くなったり、うん、なんかつけてる下着とかも派手に、うん、なってると。そんで土日とか、うん、旦那さんがいるにもかかわらず、うん、ちょいちょい外出すると、出かけることが多くなったというので、ちょっと尾行してほしい、調査してほしいということで、うん、今日ね東京の方から、うん、奥さんが朝7時ぐらいね、うん、出られたんですけど、うん、まあワゴン車が迎えに来て、そうね、で今のところ見る感じ男性が1、2、3、はあ、うん、女性が2みたいな感じで、うんうん、途中で大型スーパーでね、うん、買い物したりして、うん、でこれ一体どこ行くのと思ってたら、これまさかの、うん、これ横須賀ですよ ね、 そうだね、の今フェリー乗り場に来てるんですよ、うん、で今9時前で9時からチケット買えるみたいで、うん、おそらくここでフェリーチケット買って、うん、猿島に行きます、ね、うんうんうん、でもその無人島でみんなでバーベキューやるんじゃないかなっていう感じで、うん、今ちょっと尾行させてもらってるんですけど、まあこれ当然依頼者も確認してない情報ね、はい、友達と行くとかっていうのも多分知らないんでしょ、友達と。何も情報はないらしいです。出かけてくるわって言って出て男女のグループで合流して、そうです、ね、だからまあこの中にそういう対象者、うん、対象者のそういう関係の人がいるのか、そうね、まあただただなんか仲のいい人たちで遊びに行くのか、うん、まだ分かんないし、この時点で、そう、あの接点 の、 この糸口というか、はい、例えばじゃあ学生時代の同級生とか、はいはい、だったらあの分かるけど、ちょっと年齢が結構バラバラっぽいよね。若い人もいれば、でなんかそういう職場の、うん、なんか奥さんもなんか、まあ、そのパートレベルはなんかやってるらしいんですよね、うん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 、そういうパート先の人たちなのか、うんうん、なんかでも爽やかなこう休日過ごし方みたいには見えるけどね、今のとも、うんうん、あ、開いた開いた。だってもうトップバッターですからね、一番最初に並んでますよ、ね、団体が。結構そう思ったら段取りはいいよね、はい、入念に準備されてる感じするよね、はい、これだけどチケット私たちもこれ買わないと、いやそうよ、9時の便乗れないかもしれない。なんで一応まあまあ他の人たちないと思うんで、もうこれ猿島しか行かない、ないと思います、はい。なんであの人たちが買って移動した後に俺もチケット買いに行って、なるほど、うん、多分店員があるんですよね、怖いっすよね。いやそうね、まあね、行く場所猿島だから、まあ行ってしまえばね、最悪9時乗れなくてもとかはありますけど、うん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 、そうだね、はい、最悪見届けてからでもまあ探しはできるだろうね、はい、そんな人も多くないだろうしね。猿島は僕何回か行ったことあるんですよ。あ、本当。はい、うん、でバーベキューやったりとか、うん、本当に島探索したりとか、うん、まあ限られた空間なんで、うん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 、
そっからさらに移動するとかないし、ま、はないと思います。ただ何もない分、うん、なかなかこの撮影するというか、うん、尾行するというのは、まあ、自然に溶け込みつつも、うん、何もね建物もないので、あ、これはちょっとだから本当に僕らも本気でバーベキューしないと溶け込まんとね、かもしれない。ちょっと待って、この方今日ちょっと俺格好的に、まあお風呂ならだけど片方君ジャケットで着てるから、いやいやだってフォーマルっぽい、いやだってバーベキューやると思ってないじゃないですか。まあまあそうね、どういう状況にも対応できる服装は、まあ、一応あるはある。はい、うん、なんか、あ、もう乗るな、うん、なんか人代表者が代表者さっき見たら、うん、代表者1名があってコロナ対策みたいなので、うん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 、なんでって感じですね。いや怖いのがちょっと俺も猿島まで調べきってないんだけど、はい、例えば猿島渡ってボートであまり人が行けないところに行くとかそういったことはないの？いや僕過去何回か行ったんですけどそれはなかった気はしますけどね。うん、まあちょっと一回ここはじゃあ無理せず止めたら、ああもうチケット買ったじゃない、代表者いるぞ。ああ、買ってますね、うんうん、乗り込んでます、うんうん、やばい。ちょっとじゃあそっち置いとけてくるわ。はいはいはい、チケットの方行くお願いし、はい、わかりました。ちょっとじゃあチケットをね買いに行きたいと思います。チケット買うところなんで下を向けたいと思います。一人と一緒に荷物を置いてったから、ちょっと二人でどっか散策するんかな。なんかする？まさかね、こんだけ人おるし。ただトイレ行っただけかな。ちょっと隠れよう。多分別々の、あ、できた。できた。ああ、まあ、トイレ行っただけか。なんか特別、まあ仲はいいんだろうけどちょっと違った親しさの関係ではなさそうかなっていう感じかな、うん、列に戻りましたね。
はい、切って小さい方を箱に入れてください。小さい方を箱に入れる、これは、はい、待ってください。はい、どうぞ。そうだね、まあ1階の辺でちょっと離れたところにおる感じしようか。いや2階にいましたからね。めちゃくちゃ2階でキャッキャ言ってましたね。いや、入ったね。楽しそうな感じだったよね。うん、写真撮ったりしてるんですかね。これちょっとテンション上がる場所かもしれない。綺麗。こんな感じだ。ゼロ円探偵でこんなとこ来ることになりました。ゼロ円ですね。おお、嬉しいよ。これは。で、でも思った以上にこんなもんね、時期でもバーベキューとかで来られるんですね、皆さんね。そうそうそう、結構乗ってますよ。これは楽しいですよね。テストがあるんだ。はい、この船降りてすぐなんかこうそういう場所があって楽しめる感じだね。サル島も昔よくね、音楽かけて踊ったりしててとか、ああ、なんか 5,6 年前に火事になっちゃったんですね。あ、そうなの。そこからいろいろ厳しくなってるんですけど。やっぱこれは最高ですよね、無人島でね。なるよね、バーベキュー。やっぱこうなってくるとちょっともうまだ何も見えてないけど怪しくしてくるよね。これは何しに来たんだってなるよね。仲良すぎますよね。そうね。こういうのもね、昔なかったような気がするんですよ。もうちょっと、うん、砂浜がドンとあるぐらいな。へえ。でもなかった。はい。ありますあります。だね、だね。あれ？あれ何なんですか？コンロ、バーベキューコンロとか。あ、レンタルだ。と行ってみるね。ここます。うん、はい、うん、無理しない程度に行ってくる。
受付マンション。なんだこれ。ここはなんか。探検ツアーまもなく出発をいたします。探検ツアーとかあるんだ。へえ。何してる中かなあれ。こんな感じだったら、こんな感じなんだ猿島って。するってことだね。え、貸し切りなんこれ。いや多分あれじゃないですか、そこでレンタルして上でやってんじゃないですか、みんな。違うんですかね、わかんないです。レンタルどこでもいいんですかね。みんなあそこの上いますけどね、気楽の方にね。なんかあっちなんか島の探検ツアーみたいなのあるらしくて、あ30分ぐらいの、はいはい、あっちが目的のあそこが結構多い。あ、リーチはもうあそこでバーベキューなんですか。そうですよ、荷物も置き出してね。でも今からそのコンロとかそういうの、なるほど、かね、設置するのか、はいはい、いやすごい最高じゃないですか。もうなんかトレンディーな、それにでもみたいな昔の月子みたいなやつだったんですけど、浅野マツコと、はい、やばいな、これちょっと隠れた。めちゃくちゃ、いや、もうやっぱり我々もちょっと今日はテンション上がっちゃってるから。いや、本当よ、気をつけないと。こういう時失尾しちゃいますからね。うん、いやでもあれだね、その探検ツアーがあるから、その服装でも大丈夫そうだね。そうですね、まるまるバーベキュー目的だったらちょっとあれだけど、そんな浮かないですね。うん、なんか離れて見える感じがするし、うん、こっからどっか抜けれるわけじゃなさそうだしね。はい、とりあえずはアコにずっとおるだろうね。そうですね、こっから準備でしょ。まあ、ちょっと動き見ましょうか。はい、やっとレンタルの借りてきて、うん、準備してますね。いや全然他のバーベキューやってる人いないから。いない、地形みたいになってるよね。はい、だからさっきいっぱいフェリー乗ってた人なんか探索とか言ってるみたいですね、この猿島ツアーみたいな。バーベキューって名の一部なんで私とレッドスターたちも近づけないという、うん、ちょっと離れてみるとね、これ今回まさかの近づけないです。なんでやっぱ一番大きいのはその関係性がまずわからんね、あの人らの。わかんないです、会話が聞けないから。ちょっとあんま行けたらだけど、うん、遠隔カメラやってみる。これ遠隔しかないかもしれない。で遠隔やるにしても近づけなくないですか。なんで例えばちょっとこう散歩してる風を装ってこそっとカメラ置いてくるとか。まあでも怖いね、怖いかね。いやだけどちょっとあの人たちも飯食ってお酒飲んでするじゃないですか、あぐらいで、うん、遠隔はありかもしれないですね。そうだね、まあまあ、砕けてきてる感じで、うん、その隙が出てきたときに置きに行くか、はい、人がちょっと増えたらそこに紛れて置きに行くかだと思います。人が何か増えても、あ、意外と海辺にあるんですよ、手前でやるんですよね。あ、本当だ、なんでなんだ、ね、なんなんだ、
まあまあちょっと寝ようか。そうですね、はい、いや結構あれですね、うん、ビーチ人増えてきましたね。そうね、本当に。なんかまあ相変わらず楽しそうにやってるけども、結構だからバーベキューで肉食べたりお酒飲んだり、うん、酔っ払ってきてる感じですね。でもまあ全然健全な感じよね、今のところは。普通に仲良くバーベキューしてますよっていう感じ、はい、ですね、うん、まあまあ楽しそうにしてるなだけよね。もう別に普通に休んでるのかなっていう。風が強いからね、お皿が飛んでって笑ってたりとか、お酒飲んだりとかね、写真撮ったりとか、ああ楽しそう。今も写真撮ってるね。あ、やってるね。ああさっきなんかコールみたいなのしてたよね。してましたね。なんかちょっと古い、ちょっとコール古かったですけどね。飲んで、はい、マジ富士みたいな、はい、古みたいな。で40代前後なんですかね。うん、まあ、正直ちょっとまああんま撮影してもな、大した、はいはい、なんかただバカンスな感じだったんでね。我々もちょっとずっと見てたんですけどね。なんかはしゃいどるな。はしゃいでます。黒いトレーナーの子、はいはい、一番若いよね、あの人ね。あれ27、28ぐらいですよね。あれがなんか一番はしゃいで、なんかリーダー的な感じの、なんか人気者みたいな感じです ね。食べてもうちょっとゆっくりして帰るとか、そのぐらいだろうね。と思いますね。だって言ってももう来て3時間4時間、何時間ぐらい、まあ3時間ぐらいですね。3時間ぐらい、ね、大きな動きはなくと、うん、いうとこですね。そうね、結構なんかちょっとお酒は入ってきてるからね。なんかさっき結構スマホ鳴ったけど、やっぱ依頼者ちょいちょい気になって確認してくるんでね。ああ、なるほど。ずっとこれだけだとバカンス取ってるだけになっちゃうから。いや、本当よ。これもずっとなんかテーブル座ってね、はい、チラチラ見て、うん、ちょっとご飯食べたりしてね、溶け込んでますけども。目が離さないにしてもね。だいつもこのゼロ円探偵楽しみにしてもらってる人からすると、あれと、うん、海チャンネルに変わったんだみたいな思っちゃうかもしれないですよ、ね、海しか映してない渚の、はあ、あれみたいな、バカンスチャンネルに変わりましたみたいな。まあ、我々もね、こういうちょっとね、リゾート地というか来るとね、テンション上がりますし、ちょっとカメラ映ってないところでカップルがチューしてたりとかね、してますから。マスクチューとか、はい、いやいいなと思いますね。結構開放的になるんだね、やっぱね、こういうとこ来ると。いや、ですです。右の方でしょ、あれ映さない方がいいね。右の方はだったらいい。あれ対象者じゃないんで、生々しいしね、その許可取りとか無理ですよ。はい、たまになんかあるよね。あります、あります。対象者関係ないけど、その横すげえなっていう時とか。そうです、やっぱ対象者の人が行くところが、うん、そのロマンチックなところとかリゾート地だから、そう、ね、他のカップルはそこでやっぱ上がっちゃって撮っちゃってんですよね。あと結構探偵あるあるだろうと思うけど、はい、街中とかでこう張り込みとか撮影とかしてて、はい、あれこの人っていう有名人が映ったりね。あります、あります。ねえ、どこでも喋れないですけどね。そう、本当に喋れんやつあるよね。はい、乗れない、あれこの人とこの人は一緒に歩いてんだ、ね、ああその後週刊誌出ちゃったみたいなのありますよね。そう会社の信用問題なんか言えないですね。週刊誌出た人だろ。あれ、あのちょっとリーダー格の、いや何持ってんの、若い子が、うん、釣り竿か、はい、釣りする、はい、あれもしてないけど、なんか貸し出しなんかあるんだと思いますね。
ってなかったかな。ああ、なんか男性教えてますね。こう上から投げんだみたいな。釣ってもリリースしてって感じでしょうね。調理とかできるわけじゃない。エンジョイのエンジョイフィッシングってやつね、うん、バケツまで、はい、ちょっと今回ずっとこの定点になってますけどね、我々もちょっとやりようがないですよ。そうなの、はい、ちょっとこの固定する用のカメラの機材持ってきてないから、ね、手でなるべく定点してるけど、そうですね。でやっぱ我々もね、ちょっとここの猿島に遊びに来た人って感じで、そうね、なんかカメラ回しとかないと。あ、大将師匠行った。え、めっちゃ楽しそう。うん、え、ちょっと動きあったなこれ。ねえ、なんか初めての、はあ、なんか二人っきりというか。え、レッドスター遠くも撮れます？僕肉眼では見れてるんですけど、GoPro ですごいちっちゃいよね。なんかこれ。しっかり撮っておいたらいいですね。あ、全然全然全然。ズームすれば大丈夫と思うんですけど。なるほど。近い近い。うん、なんか、いかになんかカップル感が出てきた。ああ、他の人もみんな行かないの。あ、なになに、おしゃいで。あ、あれで餌かあんか。え、めっちゃ楽しくやってんじゃん。だって他の人たちもなんか、いつものことみたいな感じで、我関せずみたいな。ねえ。あれ、うん、どうやばいねみたいなとか、別にそんな支えてる感じないしね。あれ肩立てバーディータッチが、ボディ、はい、ボディの、ね、バーディータッチ、バーディーか、はい、海の前だと分かるね。はい、そうです。ちょっとそれぐらい表記にさしてくださいよ。ちょっとずっと黒い服着てこう撮ってたから。そうよ、はい、これね、悲しいけども、はい、帽子かぶってるでしょ、はい、マスクしてるでしょ、はい、その間が焼ける感じよね。いやー、やばいっすよ。口元だけ白いみたいなね。ねえ、日が当たるところでしか撮影がこれできないから、張り込みできんから、そうなるよ ね。だまだ観光地だから、僕らこうね、カメラ持ちながら喋ってても良かったよ。今デッキによるけど、うん、までそんな人がいなかったから。全然いなかったですね。ね、あと人いるんだと思われるぐらいの。ああ、増えて良かったよ。いいなあんな。だけどちょっとあんな姿旦那さん見たらちょっと嫉妬しちゃいますよね。そりゃね。なんか。ああ、あれは、あれダメよ。まあ当然不定の証拠にはねならんけど。はしゃいでるな、楽しそう。え、もう海に入っちゃって大丈夫ですかな。なんか水かけ合いっこしそうなぐらい仲いいですよ、あれ。渚の遊び。ああ、確かにそんな勢いあるね。ああ、全然やってないな、あんなこと。いやー、なかなか釣りしようと思わないですね。なぎさの遊びよ。あ、そっちね。うん。でやってない。人のばっか見てるよね。楽しそうだな、本当に。もう肉食いたいな、俺も見てたら。本当よ。焼きそばもうまそうだよ、もう。カップラーメンじゃなかったね、食べれるのが。いやー、そうですよ。美味しかったけど。はい。なんかこの、まあね、ちょっとそこの右によるカップルは別として、はい、全体的になんかこう健全な空間よね、ここね。はい、なんでまあ、ね、あのカップル以外はそんないやらしい空気を出してないね。はいはいはい。なんでそういう空気に飲まれることなく別に健全に終わる感じするけど。そうですね。なんか近づいた。近い近い、顔近い。ああ、え、バックハグ、バックハグ、バックハグしてるよ。え、やばい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 。え、あれ落ちないようにみたいなことじゃないよね。いや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 、違いますよ、あれくっついてますよ。バディタッチですよ、あれ。だってもう対象者の奥さんが男性、こう後ろからこう、うん、やってましたよ。ああ、いや、なんかあれだな、ちょっと冗談というか、お酒も入ってるせいもあるけど、またまたみたいな感じで、
よくないな。え、これなんかあんじゃない、あれ釣りおかしいぞ、あれ撮影止めない方がいいね。ちょっと分回しておきましょう、これ。あ、やっと動き出てきた、これ3時間だって。え、だってキョロキョロしてる、確認してるもん。ほらほらほら、え、腰にテーマしてる、腰にテーマしてる。いや、もうアウトでしょ、これ。動きあるよ、これ。なんか邪魔するな、くすぐったりとかして。いやいや、がっつりくっついてますよ、これ、ダメだよ、これ。そう見えるけど、失敗したのかね、釣れなかったみたいな、うん。ちょっとレッドスターあっち取っといてもらっていいですか。大丈夫。俺ちょっとやっぱこの手前気になっちゃった、これ。いや、手前気になるけど。いやだってもう何回もキスしたりとか、あのちょっとまさぐり合ってましたよ。いやだって男性の左手が女性の股間に行ってますから、さっきから。いやだからそれ取ったとしても報告できないし。いや、なんすけど何用に撮るんですか。いや、ちょっと気になっちゃって。そこはそうだな。え、だってこんなリゾート地で真っ昼間に、こんなイチャイチャします。いや、飽きちゃってんじゃん。あの対象者に飽きてるでしょ。だから、あれ違います、レッドスターっちの対象者、あ、腰にテンマしてるから。あ、大事だ。あ、いや、もうみたいな。いや、だから向こうでもそうだし、手前もそうなんですよ。その手前もずっとまたキスして、何回キスすんのみたいな。俺も見てしまうよ、そういうた。いや、だからレッドスター向こう見てるでしょ。俺手前行くんだ、手前。手前行く必要ある。でもそっちの方がきついからね。そっちの方があるけど。腰にテーマしてんだよ。いや、またこれチューしてる。まだダメだ。戻します。ごめんなさい。あれ今チューってしんかった？チューした。うん。キスした。またするよ。あ、キスした。キスした。やばい。3回、4回キスしてる。したね。やばい。やってるわ、これ。あ、いや、失礼。長い。確実。今4回、5回。結構、他の人らに対して、あの一緒に来た3人に対して、はい、全く気にしてないけど、はい、平田監督君、チラチラ右側見るのか。いや、じゃあ、右側も一応ご報告すると、もう、膝枕してるんでいいって。ほんで、もぞもぞやってるんですよ。一応ね、ご報告。一応です。やったな。結構片付けしてますね。そう、片付け始めたらね、もう帰るんかな。結構食べてましたからね。今日の収穫で言えば、対象者が男性とちょっとキスしたっていう。そうですね。ぐらいの感じかな。今のところは。帰る用の片付けではない感じですかね。なんか一旦片付けましたよ的な感じですね。ちょっとまとめとこうみたいな。あ、電波。あ、来た。こっち来んの。結構ベロベロだな。ベロベロだね。フラフラじゃないですか。スマホ落としてるじゃん。恥ずかしいみたいな対処が、はい。なんか探索行くんだね、もしかして。ああ、そうでしょう、ね。島の。まあでもみんなで行きそうなんで。
それ以上置いようかなですね。探索って言っても2、30分のコースですもんね。逆にそんな広くないんでちょっと注意しておいとけんとね。そうですね。ちょっとずつみんな帰ってんですね。そうね。違くないんだって。探索だな。はい。結構ね、明るいからこの距離、のらりくらりいってるな。ね、ちょっと笑ってるし、だらだらですね。なんかこういう時も特に対象者は、はい、トレーナーのことを近づいて歩くわけですね。自然ですよね、なんかみんなで遊ぼうみたいな、自然な感じですもんね。なんかね、みんなに隠してる感じもないし、ないないない、ただチャラいんじゃないですか、あの男性が。なんかちょっとね、なんかちょっと酔った勢いでみたいな的な、島の森、かもしれないですね。これ、はい、急じゃない、ちょっと思った以上に急です。急だな、はい、急に人気がなくなった。ちょっと、いや、ストロークが距離あるから難しいですね。そうね、撮影曲がられたらね、やっぱ見えなくなるし、ね、キュッてどこ入るか分かんないですもんね。一本道なんですよ、これ。なんですかね。そうですね。はい。めっちゃ静かになったら、結構あっちの声も聞こえるね。はい。こっちも声を落としたかったよね。一般の人も多いな、ちょっと。カメラは。アルクマウェルカムセンターより皆様へご案内です。ただいま、ワイドとの無人島、アルクマ関係室は、はい。え、結構急だなこれ。ちょっと。ちょっと。持ってるジャケットパンツもしかも真っ赤。あれ？クライトこれか。あれ？二手分かれた。二手分かれた。やばいやばいやばい。分かれたよ。しかも分かれた感じが今。トレーナーのやつで対象者じゃなかったよね。変えた変えた変えた。チェンジした。チェンジ。うん。いやきつ。やばい、行きましょう。すごい、多分そういうことですね。だいぶ距離が空いてきたな、あの二組。行きづらいですね。大変な人が今いるから、言うけど、見えなかったら、見えなかったですね。じゃあこれはですね、これを見てください。やばい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 。
なんか指示出して、指示出して。で、その、あの、木の階段の右上あたりで、なんか指示出してますね。で、こっちで。今、こっちで、最初に両側に。ということは、本当はもうちょっと早い時間から。わかりました。僕ちょっと対象者、対象者行きます。男性2の対象者を奥さん1人。3人くっついてんじゃん。何これ、やばい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 よこれ。どういう状態ね、これ見えてる、みんなやばくない？3人抱き合ってこれ、誰もいない、誰もいないところで抱き合って、抱き合って、すげえうろちょろ見てる。バレるバレるよ、右手が奥さんの、え、胸をわしづかみして、ピンクの音止める、え、注意して、ああ、まさぶりか、何これ、真っぺろまろ、え、やばいやばいやばいよ、こっち戻ってくるときバレるよ。止まんないじゃんこれ、何これ、あーすごいね、
あぶね。おかしくない。超ピンチだって。ちょっと待って。やばいよ。やばいやばいやばい。やばい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 。戻ってきて。戻ってきて。どこ入ろうとしてる。あんなとこ入ろうとしてんの。入れないだろ。めっちゃ草むらの中入ってますよ、ここから。こんなジャングルの中みたいなあるの？勢いじゃないよこれ。やっぱりちょっとお客さん来たなこれ。ちょっとすみません。でベースはあの赤いアウターと対象者かな。してんじゃなくて、なんかそういうスポット探してんじゃん。入ってた入ってた入ってた。いや絶対なくなる。いやだけやって、だけって、また3人でまさぐりやって。ピンクのアウトあんま入れてない。入って入って。何これ。こんな短時間な集団初めてならマッピーのまま。すっげー見てんじゃん、まあ、下見て下やばいやばいやばい。何これ。やばいなこれ。すげえ盗撮してるみたいに見られちゃう。ああ見てんじゃん。で赤いアウターがツッコンバッコンやってるの。ピンクのアウター見てるよ。ピンクどういう状態。これ泣かせないよこれ。ゼロ円ってのは。いやーそんそうでしょ。ちょっと刺激強いわこれ。ああ、耐えがた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 。ここ行っちゃったな。終わった。口当てた。口当てた。え、次何？ピンクの音行くの？え、どんだけ性欲がすごいの？対象者よ。対象者だってさっきの男と違うじゃないの。もともとキスしてた男と。ああもう何そういう関係なのこれ。これそういう団体また多いな。
今の時期多いな。よかった。なんだこれ、怪しい奴らだな。海見てすごいじゃないよ、君たちがしてる方がすごいよ、ね、いや腰に手回してんなのさんに。これ絶対にそういうなんかあれでしょ、オンラインサロン的なことだ今流行りの。しあるんだな。行ってみよう。よし。まだ道あんだな。すごいな。ないのか。うろちょろしてるな。声が近づいてる、やばいやばい、やりづらいな、ここ。行った？早いな、あのさん。結構急だぞ、これ下り。危ねえ。洞窟まで行ける？
き止まりなのかな。びっくりした。いや探索しながらチューすんなあいつら。なんだ腰手回したりとかよ、とんでもねえよ。距離の取り方が難しいね。いや、よく家族連れとかね、探索してるとこでしたりとかさ、星にテーマしたりとか、チューとかさ、スカートの中まさぐり込んでみたらよくやるな。これ絶対そういう性癖団体だぞ。これしてるね。だけどおとなしそうなね奥さんだったというのに、どこでこんなの覚えちゃったの。だけど、ね、探偵あるあるですけど、真面目そうな人ほどねハマっちゃいますからね。それで一回ハマっちゃうと抜け出せないですよね、やっぱバレたらやばいってね、秘密を共有し合ってるとね強くなるんですよね、仲間意識が。徐々にもうバレてもいい、見られてもいいくらいなとこでもイチャつくようになってきたんですよ。だからやっぱ見られたい願望があるのか、見られるかこれ見られないかのスレスレが楽しいんだろうな。これ周りの人何もあいつらさんに、あいつらって言っちゃってますけど、あいつら3人がイチャイチャしてるの一般の人全く気づいてないもんな。すっげえな、このスレスレが
楽しいんだろうな。京都のお侍さん。すごいな。こんな探索中に申し訳ないよ、本当に。こんな暑いの3人ぴったり。きっちこれはもうアウトよ、これ。100% アウトやると青くなってんだから。旦那さんにどうやって報告すんのよ、これ。困ったな、これ。いやちょっと相変わらずゼロ円探偵はちょっと素行が悪すぎるな、これ。いや結構急だな。下り早いんだよな、あのさ。あ、戻ってきて、戻ってきて。なんか、なんで、あの二組に分かれるんだろう。もう言いにくいなぁ、これ。ちょっと、なんか人の…まあ、だけど。わぁ、まあ、間に人がいるからまだね。ちょっと、周りを見てる風を装いながら。静かにここに行きましょう。
でしょう、自撮りするな。記念撮影自撮りするのはそっち側でしょう。何してんだこの二人。こっち来るか。ん？キスした今。キスしたか。ちょっとキスしたっぽいな今の。さりげなく。なんかこのトレーナーの男はなんかいろんなところに手出してる感じ。なんだあれ、多分イチャイチャ始めたな。あ、まあ普通か、普通か。そういうのも結構人が多いんで、そんなことはしないだろうけど。絶景ポイントでもないのに、なんかずっと、なんかキョロキョロしだした。あれ？なんかもぞもぞして、なんか触っ、ちょっと女性のことをなんか触ってるか、あれ。ここで？マジでここで？ちょっと。ちょっと腰動いてる。マジで。ここでやんのみたいな。なんかやってるのこれ。マジか。すげえな、こんなところで。そういうやつらなのこれ。そういう二人。なんか人が、人気がなくなった隙を狙って、なんかちょっとイチャイチャしてる感じだ。人が来た、見た。人が来た、見た。おぉ、危なみだな、なんか。すごいな。やっぱなんか、いや、いや、マジか、こいつら、ほんと、ここでもやるんだ。すげえな、なんか、隅っこが、影みたいなとこあったら、すぐそこで、なんか、絶対やっとるじゃん、あれ。めちゃくちゃ動いとるじゃん、あれ。いや、すごいな。すげえな、いや、すごいな、やってる。絶対やっとるじゃん、これ。すげえな、やばいな、こいつら。いや、すげえ、おい。どうなったんや。めちゃくちゃ激しく動くじゃん。いや、しんどい。ちょっと電池切れたんで電池差し替えまして、二人はだいぶイチャイチャしてビーチに戻ってますね。疲れた。なんか何事もなかったかのように戻ってますね。お、片岡君は先に戻ってるみたいですね。あっちのチームどうだったのか。戻ってますね。
もう3人とも先に戻ってる感じで。お疲れ。どうだった？え？ピラ。そっちも？いやいや。そっちもですか？こっちも。いやだこれ間違いなく。うん。なんかこっちは2人がちょっとこうなんかその手つなぐとかじゃなかったけど、なんか海が見えるスポットみたいな、ちょっと木の間から景色が見えるところになんか女の子を前にして、手すりなんか女の子いて、その後ろからこう覆いかぶさるような男がこう見てて、景色結構人通りだ、はい、人通りがなくなったらちょっと行っちゃうじゃんするで、こんなちょっとそのままそれを始めたみたいな。もう、うちの方も、うん、最初のうちは、うん、なんか隠れてやってたんですけど、うん、もう最後、見せようぐらいになってました。え？全然かけないでしょ。ああ、見せない。もう行こうってやってました。周り全然。見出したよ、こいつ。ん？あ、めちゃくちゃわかりやすいじゃん。ちょっと観光地って見出した。もう三大欲求じゃん、ただの。食欲満たして、性欲満たして、酒飲んで、うん、騒いで、うん、して眠って、すごいね。いや本能のままで、はあ。またなんかブルーシート綺麗に寝てるね、なんか。シート小さくない？シート足りてないよ。いや、あれ5人のシートじゃないよ。結構いろいろ気にしないんだよね。なんか、うん、全然こんな綺麗に寝る？突然。でもまあちょっとそろそろ、うん、フェリーの時間。そうそうそう。まあ多分このまま片付けして、うん、フェリー乗って、うん、まあ本島に戻るね、感じですね。ということでフェリー乗り場降りて、いろいろ記念館三笠などを見て、いろいろ動いてますね。もうこれで解散なんですかね。あ、みんなバラバラなんだ。あ、解散した。やばい。バイバイしたな。あ、バラバラになった。え、さっきのメンバーとバラバラになった。別で帰るな。もう別なんすね。やっぱあれだ。そういうことでしょ。そういう人たちなんだろうな。今はこっち、3人いますね。2人は別で帰りましたから、うん、もうフェリーもね乗り終わって、それぞれ電車とか車で帰る人とかバラバラなんですね。なるほど。まあ、とりあえずね、対象者の奥さんあ、ここも分かるんだ。代表者の奥さん一人になったな、はい、ちょっと一応奥さん一人になったね。こっちをちょっと尾行したいと思います。探してる。
忘れ物？携帯番号見てみようかな。暗くなってきましたよ。あと寒い、猿島にいる頃よりね。キョロキョロしてるな。何何何、すげえキョロキョロしてんな。スーパーマーケット、フォートマーケット。え、なんもないよ、こっち。フォートマーケット。だから港のスーパーかな。え、待って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 、待ち合わせ、やばいよ。レッドさん、ちょっと車回してください。あのフェリーのところ左曲がったところ。え、ちょっと待って待って待って、レッドさん。ちょっとあの対象者の奥さん、男の車乗った。で男、ちょっと待って待って、あの男さっき砂浜いたやつ、砂浜いたカップルのやつが運転してる、運転してる。レッドさん、フェリー乗り場からあのまっすぐ行って左曲がったところのところに来れます？やばい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 、ちょっと車回してください。向こう対象者車乗りました。車やばいやばいやばい、今ちょっとなんか止まってるから。見えた。ちょっと待って、やばいやばいやばい、切りますよ切りますよ、走んないとやばい。やばい、ちょっと待って、無理、車無理だって、ちょっと無理、やばい、失礼しちゃう、やばい、静さん、あれです、あれ、オープンだ。どうしたの、どういうことなの。いや急に、うん、なんか、うん、あそこの横須賀の、うん、あの軍艦みたいな、あれ右曲がりましたね。右曲がった。軍艦みたいなところ回ってて、うんうんうん、5人がみんなバラバラになって、うん、じゃあっつって、うん、で奥さんが、うん、3人の方に行ったんですよ。3人の方、はいはいはい、うんうん、で、うん、そしたら3人がバイバイして、うんうん、奥さん一人だけ、うん、あのいたんですよ、うん、ぐるーっと回ってったら、うん、結局、うん、
奥さんが、うん、なんか細い道とか行くなと思ってたら、うん、キョロキョロしてるなと思ったら、うん、車乗ってる人手振って、うん、車乗ってるやつ見たら、うん、俺らさっき全体撮ってたじゃないですか、うんうん、対象者たちあの子に、うん、まあ、手前でイチャイチャしてるカップいたじゃないですか、うん、その男が運転してたんですよ。だからそいつらも絶対に、うん、オンラインサロンみたいな感じの仲間なんですよ、これ。あ、ただのカップルじゃなかった、あれ。じゃないっす。へぇー。その女もバイバイしてて、この5人たちは、後腐れない感じでみんなバイバイしてたんで。それぞれ、そう。そういうことっすよ。そうな。え、すごいな。やっぱ。へぇー。めちゃくちゃじゃん。はぁ、あ。そのカップルごっこ。いや、です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 。へぇー。やっぱ。すごいね。はい、あ。とりあえずではどこまで行くか、ちょっととりあえずそんな感じで行きましょう、ついていきましょう、うんうんうん、よっ、これが今あれですね、あそこのなんか複合施設に来たね、はい、今複合施設に入りまして、うん、今駐車場を探してる感じですね。そうだね、どこ止めようかな。はい。なんか結構車で30分ぐらい走りました。結構走った、ね。渋滞もあったりして。うんうん。お、前の前ですよね。あれ、そう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 。何なのかね。ご飯でも食べるのかな。まあ、そういうのはありそうですけど、うん、今のところはノンストップでずっと運転していると、うんうんうん、対象者も結構タフよね、これ。はいはいはい、あれか、あれか、やばいやばい、ちょっとあんまりつかないように、ちょっと中の様子は分からんね、これは。はい、混んでるね、この少しピンクモール、まあ、土曜の夜だから混むんかね。まあ混みそうですね、ちょっとこういうとこですと、うんうん、出口の方に行く、店があるんで、その店の入り口に一番近いとこ止めたいみたいな。なるほど。かね。混んでますね。めちゃくちゃ混んでるよ。すごいね、ここ。こんなとこあんの？港未来とか。はい、ね。めっちゃおしゃれじゃないですか。観覧車とか見えるじゃん。はい、あれ、なんだっけ、ベイサイドってなんだっけ、うんうんうん。なんかサザンの曲で出てくるような。ねえ。え、すげえな。ちょっと見てみて、これ。ベイブリッジが。わわ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 わ。そうですね。ちょっとデートスポットなんかね、ここもしかして。かもしれないです。あ、止まった。
まあまあ2人で出たらだけどね、うん、もし1人でも残ってたら片岡君ちょっとじゃあ1回お願いしといて、なかなかないときは。ちょっと行きましょうか、うん、あの右側の方から回り込んで、うん、これで撮れてるんですか。あ、撮れてる、あ、撮れてる、撮れてる。中の様子見ながら、はい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 、はい、こっちで行ってみます。ちょっとね、暗視カメラだから見づらいかもしれないですけど、ねえ、これ誰もいないから近づくの難しいな。距離あるな。ちょっと口回り込んじゃないですね。難しいな。近づけないですよ、これ皆さん。なんか動いてんな、これ。え、どこまで近づけばいいの？やばい、これ近づ…あれ？なんかやってるか？見づらいな。あー、脱いでる、脱いでる。なんか脱いでんね、助手席。え、ちょっと待って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 、そういうこと。対象者の奥さんまた、あ、抱き合ってんじゃん。うわ、がっつり、あー、なるほど。運転席の男が助手席に行って、助手席の奥さんが上に乗られちゃってんだ。手回してんじゃん。ああああああ、すーごい。ああ、あの男性が上に乗ってたんだ。ああああ、何？なんで対象者の奥さんの腕伸ばしてんの？あ、あー、乱れ合ってんじゃん。うわ、すげえ。ねえ？ちょっと待って待って待って。助手席が対象者の奥さんで、その奥さんの下半身めがけて、運転手の人がなんか、動いてますよ。どういう状態？あ、これもうアウトだ。確実に。ああああ、すごい抜き合ってる。ああああ、いや、もう。何これ？男性下半身すっぱだかの状態で、上乗っちゃってんじゃん。ああ、もうアウトだよ、これ。がっつりだよ。ああ、キスしてる、キスしてる。キスしてるわ、もうはっきり取れてる。ああ、ああ、ああ、ああ。これどうやってフィニッシュするの、これ。もうダメじゃん。てか、対象者何発やってんの、これ。猿島でも4発ぐらいで、この5発目ぐらいじゃないのこれ。3発、4発？うわぁ。強いんだなぁ、性欲が。
対象者の奥さん下、上に乗ってるのが運転手。はい。一発、二発、三発、四発ぐらい。ちょっとここずっといてもバレちゃうね。がっつりだな。もうこれ以上近づけないな。これズームできてんのかな。すごい。口、口当てた。止まった。口当てた。ちょっとこれ戻ろう戻ろう。やばい。レッドさん、どうだった？アウト。え？あ、やってますよ。めちゃめちゃ性欲旺盛です。マジで？はい。だからもう今日一日で4発目と5発目とかですよ。じゃあがっつり撮れました。結構正直見てて、はい、近くで撮影してるなと思ったけど全然平気だった？全然気づいた。もう何もないのに近づくしかなかったんで。まあね。がっつり近づいた。やってました。撮りました。それで口果てました。あそこまで。はい。しっかり撮る。とんでもないですね。また今日も風強いねこれ。こんな綺麗な夜景バックにして、とんでもねえ。そう。はい。十分撮れたねじゃあ。十分だと思います。じゃあ終了して。報告しようか。そうですね、調査報告しましょう。うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。